中奈良峠は、長野県小佐形郡、青木村田沢と東築間郡、地区北村境の境にある峠。標高は914メートルで、石仏郡が有名である。マリコ新州新線が通る。本項目では、峠の近くに位置する安宮神社についても合わせて解説する。古代から、交通、文化の要所であった小さ型地方と、安坂、 尾み地方を結ぶ峠で、チリりン地図などには、しゅなら峠と記載される一方、地元では、北新方言の特徴的音韻から、もっぱら、しょなら峠と読む。安宮神社は、地元では親しみを込めて、しょなら様、しょならさんと呼ばれる。かつては安坂峠と呼ばれていた。しゅならは、盆語で石を意味する、アシュナの略音。 シュナとチベット語で峠を意味する、ラトの合成語であり、石峠を意味する。古くは、スナラとも書かれた。早稲田大学古美術部研究会の報告によれば、日本初期中の元奈良の人々が定着した土地だという。石田はじめはこの説を踏まえ、スナラは朝鮮語のソイイコール奈良で、慶大朝から水戸朝頃に、朝鮮半島からこの地に移住した、トライ人たちが、 古国の名前を伝承したのが起源であるという説を提唱している。周奈良峠の石仏江戸時代末期内し幕末から明治初年にかけ、行者の周奈良大天武が峠近くに修験場を構えた。周奈良大天武は万円、ま、元年にこの地に住み着き、明治5年に死去したが、生前に船久保山で安宮神社を開いたと伝えられている。安宮神社の五祭神は、 大国使命と、週良大、天武命である。安宮神社の境内には、ブナや栗の林が広がる。その林の中に、全校寺平、小さ方、安曇野、松本方面の信者たちから寄贈された、石像物、石像神が寄贈されている。石神仏の特徴は、神仏集合のものが多いことで、週良大、天武一代記によれば、 これらの石像の大部分は大天武が住み着いた万円元年から没した明治5年までの十数年間に混流されたという。石像の高さは30センチメートルから50、60センチメートル程度で無造作に土の上に並べられている。その形は悪霊人、内耳家大明人、開口神、猫神、馬神、最速近神、狼神、地蔵、 大日如来など様々である。古川淳一は、それらの石像の材料は、かつてこの峠に多数あった石の中でも良質なもので、あるとする説を述べている。周奈良の森本武は、他の石仏たちより一段高い尾根筋にある。また、元来から古安心として安産子育て祈願が盛んで、女神様が祀られている。かつては、安坂峠と呼ばれていたが、 週奈良大天武が広く庶民の信仰を集めたことで、週奈良様への参道として、週奈良峠と呼ばれるようになった。また、1964年に、三井市向子三郎が、新越放送の PR し、日本の屋根でこの峠を紹介したことで、広く世間に知られ、新しい観光地となった。百六十九年三月三十日には、週奈良山安宮神社石神仏、 地震物が、畜北村文化財に指定されているほか、1992年には、長野県観光選定委員会によって、観光見どころ百選、史跡の部に、週7峠の石仏家群が選出されている。安宮神社の境内は、桜の名所として知られ、5月中旬に満開を迎える。また、6月上旬内し中旬頃に都忘れの花が見頃を迎える。 ありがとうございます。